ヤミーが LINE? おすすめ規制なんでなって嬉しそうでもな。あいつめん。もう激怒してやるわ、こいつ。もしもし?なんだよ!え、なんでおすすめ規制食らったの?嬉しそうじゃん。いやー、嬉しいね。ちょ、理由がわかんないのよ、ほんと、急に。あ、マジで?だって今日、あれ。今日大丈夫だったじゃん、普通に。そうなんだよね、理由がわかんなくて。はいはいはい。急にかかってたのよ。なんか、爪を送られたってリスナーが聞いたんだけどさ、うん、その爪のせいなん。爪なんか規制食らわないでしょ?うん。食らわないと思う。あと、コバエかなんか映したんだよね。コバエで規制食らわないな。コバエポットに入ってるコバエをアップで映したぐらいかな。あと考えられんのないんだよ。それぐらいしかないんだよね。だとしたら、うん。顔がちょっと問題あったのかもしれない。ふざけんなよ。おまじだよ。今結構イライラしてるよ。本当にわかるでしょ、おすすめ規制かかる気持ち。冗談だよ、冗談。ちょ、さ、理由がわかんだったらさ、うん、反省文と送れるじゃん。はい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 。理由がわかんないから理由わかんないって送ったよ、今日は。まあそうだよね、わかんないよね。なんかさ、うん、露出がさ、あったさ、配信とか、やってたんじゃない?今日?いや、わかんないけど、そういったこともあるから、全然。露出が高かったら規制もあるっていう。聞いたことあるよ。ないない、今日は全然。いや、今日じゃなくてもさ、だって今日だって火曜日だろ?だって昨日は配信休んでるし、うん、土曜日はなんだっけ?土曜日何やったっけ?土曜日何かあった?土曜日何やったっけ?うん。ああ、だから月産。あの男の人とコラボだよ。イケメンと。その時何かしたの?中華街でデートしたわけ。ドライブで。わかんねえな。なんでだろう。多分ね、一日で返されると思うよ。なんかバグかな、これ。うん。多分一日で、なんか、よくあるじゃん、そういうの、追加したまに。あるよね、あれ、バグもあるよね。うん、だから多分1日2日で開始されると思うよ。じゃあさっきね、うん、スマホで配信してて、うん、だすんげえくるくるになって1回落としたのね。はい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 、はい。で、iPad に変えた時に、ライブ終了 になってませんってね。うん、ずっと出てたのよ。うん、で、何回も枠取り直そうとしても取り直せなかったんだよね。まあでも多分ね、すぐ解けると思う。何もないでしょ。だってあるよ、そういうの全然あるし。あるよね。一日規制食らうときなんかよくわかんないときあるから、その時とはすぐ解けるし。ヤミもそれ何、理由わかんないときあった？わかんないとき、まあ言わなかったよ、放送言わなかったけど、あったけどすぐ解けたんだよ。すぐってどのぐらい、一日？いやわかんない、俺なんか運営に問い合わせしたの、そしたらすぐ解けた。だってさ、おすすめ規制かかったらさ、ランキングにも乗んないでしょ。ランキングには乗らないね。でもランキング乗ってんだよね、今日のね。多分問い合わせしてみなよ。おすすめ規制かかったんですけどって。なんかしましたかみたいな感じ言ってみよう。だって、うん、自分で悪いことしてんだったら、聞いてみるしかないから。そうなんだよね。うん。あと、ね、ほら、録画とか見れなくなるじゃん、その、食らってる録画、うん。それも見れてんだよね、今、ログアウトした状態で。じゃ、バグだね、だとしたら。あと、名前で検索して出てこない時とかあるじゃん。あるね。あれも検索できんだよね。それさ、おすすめ来て食らってんの、ほんとに。あ、でも赤文字来てんだよ。はぁ、あ。ヘルプのとこね。はい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 。そう。さっき、運営さんには送った意味がわかんないっていうのはね。なんだろう、別にだってそんな派手な配信しないんだったら別にならんでしょ。うん、唐揚げくん買いに行っただけだからね、今日はね。それか、やっちょくんとベロチューしたかかるのかな。やっちょくんとベロチュー
ペロチューしたって言ったってさ、それだって自分の枠じゃないでしょ。やっちょくんの枠でフェイスガード越しに、フェイスガードってわかる？わかんない。コロナ対策でこういうさ、プラスチックみたいな、あれか、顔を覆うやつあるじゃん、あれ越しにチューをしたんだよね。いや、ならんでしょ。大丈夫でしょ、そんなんで。でも、やっちょくんもおすすめ規制かかってんだよ、昨日ね。それ別件じゃないの、さすがに。別件、あの、交通のなんとか、でしょ、別件だと思うけど。だって、チューでさ、おすすめ規制食らうんだったら、チューできないぞ、放送中に。これってさ、今さ、運営さんってコロナ、あれなのかな、関係ないっしょ。なんか遅れてんのかな、対応が。関係ないと思うよ、それは。それは関係ないと思うけど。それか、通報数かな。うん。そんな気もするよ。だから、通報をめちゃくちゃされると、なんだろう。規制になりやすいけど、でもそれってさ、要はさ、リスナーもそうやな。なんか変な、普通のコメント書いてたけど、バンクあったっていう報告、いくらでもあるんだよな。うん。そういうのってさ、通報が多かったら、コメバン食らうわけだって。それ配信者も同じだと思ってんの、これ。あ、なるほど。通報があったら、おすすめ規制か。そう。だからね、間違っておすすめ規制食らったっていうのも、別にない話じゃないと思うんだよね、俺の中では。なるほどね。でもほら、おすすめ規制って期限とかも教えてもらえないじゃん、ぶっちゃけさ、理由とかもね。そうだね。だから嫌なんだよね。そうだね。まあやっぱり、まあ上にメールしてんだったら、まあ大丈夫じゃない。でも、とりあえずは。もう明日からいないけど、よろしく、闇。絶対やるでしょ、その私の顔は。やるけど、任せた、おすすめは。いや、おすすめ任されても困るんだけど。困るんだけど、どうせさ、だってさ、おすすめ来てるもん、あなたリスナーいるでしょ、だって。いや、いるけど、やっぱ違う、モチベーションが違うじゃん。あ、そう、そうなんだよ。ねえ。やっぱ違うんだ、あなたクラスになっても。いや、違う、一緒だよ、一緒。あ、一緒なの？ヤミーちゃんと一緒よ。そうなの？わかったわ。じゃあ、ま、どうせすぐ開催されると思うから。明日マックね。明日マックやるわ、俺。わかった。負けないわ。待って、もうやんなくていいよ。予定表ちょっとちらって見たんだよ。中学金って書いてあったじゃん。なんでいきなり変えんの？なんでダメなの？なんでダメなのって。いいけど、いいけどさ、そう、座れるからさ、リスナー。そんなことないじゃん。もちもたじゃない？あ、もちもた、これは。あ、そうだ。それはそう、相乗効果だよ。そうだ、わかりました。ねえ、しかも規制食らってんだからさ。わかりました。お互い様ね、じゃあそれ。ありがとうね。まあ、とりあえずは、様子見たよ。おすすめ来て、多分すぐ解除されると思うから。わかった。はい、ありがとう。うん、じゃあ。はーい。これヤミーが爪を食っただろう。犯人が分かったわ。怪しいね。あの爪ヤミー。一昨日ぐらいヤミー何してた？ん？ヤミーは何してた一昨日ぐらい？はぁ、ちょっと明日になってみないとわかんないな、これ。1日かな、3日かな、1週間かな、経つ。もうやだー、ショック。おじさんショック、べらぼうショック。やる気なくなっちゃう、マジ。おすめきせん。べらぼうショックよ。戻ってこないかな。最悪だな、この状態ね。じゃあ分かんないね、この配信者しか分かんないね、このね、おすすめ規制のショックはね。リスナーさんわかんないと思うけど、もう配信者としてはもうショックなんだから。
みんなショック受けるし、おすすめ規制かかったって。俺はもう配信者はめちゃくちゃショックなのよ。